ペシャルな。そうですね。さあ行きましょう。チャチャチャ。はい。では、はい、はい、背番号5番の、海老原健人組、高木玲奈組ですね。はい、行きましょう。はい、すごい綺麗な鮮やかな、ね、珍しいですね。蛍光のイエローのペアの衣装で、はいはい、最近は男性はこう黒白とかが多かったんですけど、ね、はい、色物ってなんかちょっと懐かしい感じが私には、僕の時はね、はい、私には色物ですね。でもすごくフレッシュで素敵だと思います。逆に新鮮ですよね。そうですね、はい、もう決勝になってくるともう周りにカップルが少なくなりますので、はい、こう自分たちのダンスにものすごく集中することができるんですね、はい、なので皆さん自分たちのベストの踊りを、はい、してると思いますね。見せてほしいですね。はい、はい、タイプ違うから面白いけど、さあラテン行きましょうか。はい、続いてラテンのサンバですね。サンバ、はい、お客様を巻き込んでサンバ、はい、では背番号7番の中西の、はい、何て言うんですかね、ヒップのアクションがすごく有効な、なんか一回りして戻ってきてるみたいな、はい、ローウエストが流行ったり、ハイウエストが流行ったりっていう、まあ、そういうのも見てもらうと面白いですね。そうですね、はい、して、背番号8番の星川圭吾、はい、和田智代、阪神のアクションが欲しいなと思ってしまいますね。めちゃめちゃ大事ですね、はい、やっぱりもう全てが多くでできてるので、ルンバはもう全身も交代も何しても全部ほとんどがウォークのアクションからできているので、もうウォークが良ければ全部よしみたいな、あーなるほど、はい、部分も大げさじゃない。上がってきますね。そうですね、はい、自分のウィークポイントを見つけるって言ってすごく大事ですね、はい、はい、良い部分を伸ばしていくことも大事なんですけど、ウィークポイントもしっかりこう潰していけるともっといいのかな。さあじゃあボールルーム行きましょうか。はい、ベニーズワルツ。さあ皆様していきたいと思います。お待たせしました、藤井組です。はい、踊りたい、自分を表現したい、はい、外に見せたいっていう気持ちが全面的に出てくる選手はやっぱり光ってますよね。目に入っちゃいますね。そうですね、もう手が離せないですもんね、はい、テクニック云々っていう